どうも、キノコです。今回はまだ、未所持のキュビンとフリュドレッドを狙って、ラストチャンスガチャを引いていきたいと思います。え？回す上限はって？そんなの、10まで回すに決まってるじゃないですか。まずは10連目。10連で2体とも出てもいいんやで。10連目は SS 以上確定なので、そんなに期待せず、本番は20連目からです。これはまさか。お、それでも金4つだと？確定枠はハニベロスですね。まあ10連目はこんなもんです。次が SSS 以上のイベントキャラ確定です。確定枠のキュビンの確率も 16% と、ここからがかなり熱いです。幸運の予感。20連目から虹玉やばすぎくさ。てかそもそも、虹玉3個出しすら、虹玉実装以来初めてです。ワンちゃん、この3個に、未所持キャラ3体いるんじゃねえか？せめて虹玉2個くらいは止まってほしい。まずは1個目。うんちくまー。なんで、唯一持ってるうんちくまが出てくる？うんちくまー。いやもうあらかしに来てるだろ。せめて、最後の1個くらいは止まってください。にゃーさー。気を取り直して30連目。ここからは Z ランク以上確定です。確定枠でのキュビン出現率は 20% とかなり高めです。止まった。ハレロミか？フリュドレッドか？キュビンか？30連でフリュドレッドゲットです。まあまあ好調なんじゃないか？記念撮影、続いて40連目。金利強き。技レベル上げるの忘れてた。50連目、これを逃すとガチャスタンプリセットされちゃうから、この10連で決めたい。さすが、今回金利多い。いや、お前さっきも見た。こうして、あっけなくガチャスタンプは、振り出しに戻るのであった。60連目。SS 以上の確定枠で、二次演出だと？治安と技レベル上げといた。70連目。The fuck's sake！80連目、Z ランク以上確定枠復活。これはまさか。どうしてうんちは臭いんだ。90連目。これはまさか。やっと止まった。ハレロミ？キュビン？ハレロミでした。そして最後まで残ってしまったトリプルゼータのキュビンくん、先が思いやられます。100連目。またハレロミ。私は何も見ていない。何？止まった。来たか？来たか？来たー。100連目で無事コンプリートです。初日に回した分も合わせると、今回のイベントガチャ、140連でフィニッシュです。140連はかなりいい方なのでは？とりあえずは長引かなくて、本当に良かった。あとはイベントの残り3日間、頑張って、感知レベル12まで倒します。そして、フリュドレッド使って、スコアタも忘れずプレイします。やった！早速、1.2% のシェフを狙って、超アップガシャを回して、行こうと思います。では行こう。さあそれでは早速10連目。最近、やけに神引き続きなのでそろそろ、今までのツケが回ってきて、神引きしてしまいそうです。ええマジか。まさかの10連目から2次カットイン。でもまだわかりません。Z ランクという可能性も全然ありえます。おお、止まった。まさかこれは10連神引きありえるか？どうだ？どうだ？ええー。ま
さかの10連でシェド様降臨。 1.2% を1点狙いで10連フィニッシュはもはや超神引きを超えて6神引きです。私の最近の引きが本当に強すぎて、追加打者や次回以降の打者がとてつもなく怖いですが、とりあえず今回は超絶嬉しいです。今回のイベントの打者は初日、打者にてアルル120連と、シェド超アップ打者にてシェド10連と、かなりいい引きをしているので、そろそろなんだか危ない予感はしてきますが、今回も神引き目指してリッチ打者回していきたいと思います。では行こう。それでは早速10連目。ちなみに自分はまだ神ティーも持っていないので、そいつも狙いつつリッチを狙っていきます。なんと前回に引き続き今回も10連目から2次カットイン。さあ果たして止まってくれるのかどうか。マジか、止まった。この時点でアミティかウィッチの2択、来てくれウィッチー、来てくれウィッチー。来たー。なんとまさかの、まさかの前回に引き続き今回も10連神引きしてしまいました。最近の私の打者運がもうバグりにバグりすぎてて本当に怖いです。がとりあえずウィッチを10連で5で迎えできたことは本当に嬉しいです。というわけで、ニャンボ課金2万円分、入りました。キノコついにニャンボ課金デビューでございます。できれば、左周まで踏み入れたくない領域でしたが、今は皆さんももう知っての通り、年に1回にやってくる、歴代のニャンボキャラがほぼ全員復刻しているオールスターズ超ニャンボが、ただいま絶賛開催中と、そして、私キノコのチャンネルも、皆様のおかげで、先日1万人を突破し、プニの動画を上げるだけでなんとか食っていけてるという、ありがたいプニライフを送っているわけでありますが、プニプニから得た収益は、ぜひともちゃんとプニプニに還元したいという思いにより、プニプニを始めて約3年、ずっと封印してきたニャンボ課金を今日この日に、ついに解禁したいと思います。というわけで今回ニャンボ初課金2万円分をプニプニに投資、つまりニャンボ30連分を回していきたいと思います。では行こう。さあ今ここに超ニャンボコインが計33枚あるということで、早速10連目回していきたいと思います。この超ニャンボ打者は10連回すだけで6000円と、いつも鼻くそを食べながら回しているワイポ打者とは話が違います。そして当たり前ですが、全てが金カプセル、非常に美しい限りでございます。ちなみに私が今持っているニャンボキャラは分身スサノオ、大好物シニャン、古来光ボーイの3体のみです。なのでダブルゼータ、トリプルゼータのニャンボキャラは全く持っていない状況となっております。そしてただいま回しております。10連目では Z ランク以上のニャンボキャラが1体確定で降臨します。ちなみにまだ持っていない Z ランクのニャンボキャラがラストキラコマとヤリリンレのこの2体です。そして止まってゆく。さあ誰が出る。おお、10連目の確定枠ではヤミリンネが降臨。こいつは攻略ではまず使わないゴミ性能ではありながら、こいつしか持っていない唯一無二の謎り技はずっと前から一度は使ってみた、ずっと欲しかったキャラだったので、今回出てくれて普通に良かったです。おお、そしてまたもや止まってゆく。確定枠がさっきのヤミリンネだとしたら、こいつは一体。さあ続いて20連目。今回の超ニャンボ打者は10連目と20連目が Z ランク以上のニャンボキャラが確定、そして30連目がダブルデータ以上のニャンボキャラが確定というわけで、今回この打者を30連回すにあたり、ダブルデータ以上のニャンボキャラが1体出てきてくれることはもう確定しているわけでございます。いやー非常に楽しみですね。ちなみに私が今回の超ニャンボ打者で一番欲しいキャラは、もう言わずもがな、ダブルデータの装填の鎧兜スザクです。こいつは皆さんもご存知の通り、唯一無二のクリティカルスキルを持っているため、今でもゲートなどでゴリゴリ活躍する超現役キャラでございます。他にもダブルゼータのノアコンビやトリプルゼータのガオウカイラなど、スザクほどではないですが十分に強いキャラがたくさんいますので、そちらも欲しいところです。と言ってる間にまたもや闇リンネが降臨して20連目が終了。あっという間ですね。いよいよ決戦の時です。今日私が投資してきた2万円も全てはこの30連目にかかっていると言っても過言ではありません。泣いても笑っても勝負は一度のみ。この10個の金カプセルの中にダブルデータ以上のニャンボキャラが1体いることはもう確定です。さあキャラによって当たり外れが激しすぎるダブルデータニャンボ1個1個とても慎重に金カプセルを開けております。この画所に入っているトリプル S 以下のキャラは基本全員持っているキャラばかりなので、もし金カプセルが止まったらその時がその時でございます。さあその時です。どうなる私の2万円。来てくれ強いニャンボキャラー。来たー。まさかのまさか
かのダブルデータ確定枠にてニャンボキャラ史上最も強い蒼天の鎧兜スザクが降臨してくれました。これは誰が何と言おうとも超神引きです。2年前のニャンボにて実装されて以来ずっと指を加えて欲しがっていたクリティカルスキルのスザク様を今回ニャンボ初課金の日に無事お出迎えできて本当に心の底から喜んでおります。これによりもともと強かった私のアカウントがより一層強くなれたのではないかと思います。今日この瞬間からこのゲームが左右するまでの間ずっと愛用していきたいと思います。ガシャを回す前になんとなくゲートを周回していたらなんとご褒美のマが来てくれました。これはすごく演技がいいというわけでご褒美のマが出たまま超アップガシャを回していきましょう。まずは10連目。ちなみに私の過去動画を見てもらってもわかる通り今井でのガシャを回すのは今日が初めてでございます。おお、10連目から短カットイン。ご褒美のマオーラがすごいのか、かなりの豪運です。ですがまだ油断はできません。初参戦ガシャなため、他のキャラが出る可能性も十分にございます。なんとななんとななんと、10連目にて 1% の最強トリプルデータ、軍神様が降臨してくれました。ご褒美のマが来てくれた瞬間にガシャを回したら、さては演技が良さそうだなと思い回したガシャですが、本当にガチの神引きをしてしまいましたね。おそらく 1% の超アップガシャで、ビッグアップキャラをわずか10連で引けたのは、今回が初めてだと思います。さて、ワイポの消費を最小限に抑えて、軍神をゲットできたということで、あとは明日からやってくる、追加キャラの夏、黄泉の特攻がぶっ壊れであることを祈るのみですね。さあ続いては40連目。ここまでのガシャ成績はまあまあなものの、今回のキャラがまだ通常を弾き特攻である、マリとヨウジしか出ていなく、今回の強敵を弾き特攻の、この3体は1体も出ていないため、せめて1人は欲しいところ、そして40連目も止まってゆく。さあ果たして誰が来る？お、これは良きじゃないのでしょうか。トリプルゼータの元祖神事です。こいつは技も、スキルも、強敵戦やスコアタなどで強く、今現在そこまで強いキャラがいない無課金サブアカミは、こいつはかなりの戦力となってくれそうなため、普通に嬉しいでございます。それなりの神引きをかましていますね。ちょっと待った、本当に今の現状で満足していいのか？今回のイベント攻略は大丈夫なのか？強敵を弾き特攻のキャラが一人も出ていないかなりまずい現状で神引きなんぞいほざいてていいのか？いや違う、この現状で満足してはいけない。まだ参る、ラストの10連で挽回して強敵を弾き特攻を出しまくるんだ。こうなったらもうあの人の力を借りるしかない。そう、米津玄師。あなたの胸の中ラッキーで埋め尽くしてレッセンピースまで行こう。さあ無事取り巻きステージをすべて倒し、ついに今回のラスボスであるバニーイートを仲間にすることができるのかと思いきや、特攻なしでいけるところはここまでです。なんせまだクリアできていない封印後、この封印をクリアするにはお宝をすべて集めないといけないかつ、この封印後をクリアしないと反撃ダメージをバカ食らってしまい、軍神波でも使わない限りは攻略が難しくなってくるので、ここは今回はボス攻略は諦めて、地道にステージ40号を周回していきましょう。初日ガシャの鬼確率が低い時にトリプルデータを出るまで回すなんぞ、バカなことはせず、最後のラッシャンガシャに備えて、ワイフォ温存していきたいと思います。なので初日ガシャ引いていきます。トリプルデータのくずつく動魔さえ引ければ、封印をマックスにしていなくても余裕で勝ててしまうので、つまりトリプルデータを神引きさえすればいい話なのです。いや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 、ちょっと待て、今は確率がバカ低い初日ガシャですぞ。ガチで不動魔が出るまで何百連もする覚悟で久々初日ガシャに挑んだのですが、まさかまさかの10連目で確定演出をいただいてもよろしいのでしょうか。ありがとうございます。超超神引きいただきました。キラーというわけで無事前代未聞の初日ガシャ10連目でトリプルゼータのくずつく不動魔をゲットすることができました。おそらく初日ガシャに目玉キャラを引けたのは私がプニを始めて以来初のことなので、これは死ぬほど嬉しいです。そしてさあこいつさえいれば先ほどにも言った通り封印をマックスにしなくてもこのような感じでバニーイートを討伐することができるので、皆さんも封印後ができなくて軍神波も組めないという方は超アップガシャにでも不動魔を狙ってバニーイートをゲットしてみてください。そしてこいつをゲットして少しでも多くのワイフォを稼いで周回イベントを楽しんでいきましょう。いや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 、ちょっと待てーよ。まあ、はい、嘘はバンバババンバナリバリバリバババンバババンバンバナリバのノンバー。いや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 、ちょっと待ってください。本当にたまたま、なんとなく、灰原超アップガシャを単発1連だけ回しただけですよ。本当に動画にも使うつもりはありませんでしたけども、たまたまその単発1連で、今回のイベントキャラでの大目玉であるトリプルゼータの灰原愛さんをゲットすることができてしまいました。こんな単発1回だけで目玉のキャラを引いてしまうなんてこと、おそらく本赤での歴も含めた、組歴4年の人生の中でも、全くありえなかったことです。いつもは無難に毎回、スタンプガシャが来るまで待ってから、ワイプを消費する無課金サブ証が、今回、イベント中盤にもかかわ
わらずガシャメ玉キャラをゲットしてしまう事例は後にも先にも滅多にないことでしょう。というわけでこのアカウントにとんでもない伝説を作ってしまいました。単発1回でトリプルゼータの天才科学者ハイバラアイをゲットです。先ほどイベントガシャはもう回さないと言ったものの、せっかく通りべコラボが来てくれたのにゲットしたキャラがトリプル S の花垣さんだけだというのはさすがに寂しいため、ただいま現在ガシャスタンプが来ているのにあやかって Z ランク以上のキャラが降臨するまで最高30連のガシャを回して今日の動画は終わりにしましょう。まずは10連目。まあ10連目では所詮 WS 確定枠しかありませんので、正味この10連は捨ての10連です。さあ果たして30連目での Z ランク以上確定枠では何が出るのか。私のお目当てとしてはもうサムネ映え希望のためのトリプルゼータマイキーさんよ1点狙いでございます。正直スキルにが解放できないマイキーさんの性能は微妙ですが、あのお方はマイキーという存在そのものにとてつもない価値があるので、確定枠ではぜひそのマイキーさんを狙っていきたいところではあります。それは聞いてないです。なんとなんと10連目の確定枠外からなんとなんとのトリプルゼータの佐野万次郎様が降臨。確定枠を差し置いてなんと 0.7% の方の確率からダイレクトにマイキーさんをお出迎えしてしまいました。しかも10連で、これは1ヶ月前の灰原さんに続きまたもや10連超神引きの到来です。今後のこのアカウントでのガシャ運が非常に心配になってしまいます。がまあとりあえず今回は10連のみで通りべコラボの目玉キャラであるマイキーさんを手に入れることができて本当に良かったです。この動画の撮影日は5月の中旬、通りべコラボが開催されていた時期でございます。通りべコラボにあやかって、いろんな課金限定アイテムが販売されていましたが、その中の一つに皆さんの大好きな、あの課金コインがありましたね。そう、超10連 EX コインでございます。前回のニャンボ福利流が追加された時には、見事なまでの大爆死をかましましたが、今月追加されたコインのラインナップには、エンマ族の種族効果アップを持っている、ニャンボカイラがラインナップされております。Z 以降のエンマ種族効果アップを一切持っていない私としては、前回の爆死を凌駕するようなとてつもない神引きをかまして、トリプルゼータエンマ種族効果アップキャラを手に入れたいところであります。なのでとりあえずは超10連 EX コインを3枚、マックス30連を回していきます。そして今回はニャンボカイラが出たら即終了でございます。そしてなんて話している間に20連が終了。今のところのガシャ結果は見ての通りゴミでございます。地味に先ほど金閣から未所持だった稲穂ネリアが降臨しました。確か当時のラッシャンにて100連くらいしても出なかった記憶があるキャラでございます。そして3枚回したうち3枚ともが金カットイン。やはり無課金サブ赤の方で神引きをしまくったせいか、本赤での EX コインの引きがゴミのようです。さあ果たしてこの30連でこの動画はおしまいですが、ニャンボカイラは来てくれるのか。さすがにこのままでは終われないので、二次カットインが出るまでガシャを引いていきましょう。お、二次カットイン。さあどんな結果であれこれでもう本当の最後ですよ。さあ来てくれるのかニャンボカイラ。ラスト10連はつまり20連です。なのでこれがラストです。つまりニャンボカイラが出るまでです。もう何でもいいですやけっそです。これは経費で落としましょう。今までありがとうございました。いやー、大幅にワイボナーフが施されたマップイベント、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今現在ラストチャンスガシャを引いております。と言っても今回の強敵ボスであるユーをゲットしても U 自体の性能がそこまで強いわけでもないので、イベ全攻略をする気は今回はありませんが、ワンチャン神引きしてくれたら嬉しいなのノリで今回このラスチャンガシャを回している所存でございます。ですか、前回の無課金サブアカで10連でトリプルゼータを当てたばかりですよ。なんとなんとのまたもや10連目にて確定枠でもないのにトリプルゼータのユータさんを引くことができてしまいました。続いては10連お祭りコイン緑です。このコインでのお目当てはもうただ一つ、トリプルゼータでもなくダブルゼータでもなく Z でもありません、 WS のブルジョアジーでございます。この子はスコアタにてタップででかく2キャラとの相性が最高なかつ、ニャンゴガシャにて WS 枠が廃止された今現在、ブルジョアジーの入手が超困難になってしまったため、このコインがブルジョアジーをお出迎えする最高のチャンスなのでございます。そしてクッソ紛らわしいですね。マジで一瞬ブルジョアが出たのかと思いました。同じレジェンド妖怪違いのダーウィンです。マジでシャシャリ出て来られるのはすごく迷惑です。控えめに言って死に上がれください。やってやりました無課金サブアカ。これはもうハイスコイン引き勝ち組と言っても過言ではないでしょう。決して低確率ではない狙える確率の強キャラを逃すことなくバッチリ引いてやりました。 WS のブルジョアジー降臨です。おそらくこれは無課金サブアカのスコアタ記録の大飛躍が見られる素晴らしいターニングポイントとなるでしょう。ちなみにいつもの本赤や無課金サブアカでガシャを引くときはちゃんと引き時を狙って出るまで回すというスタンスでやっている分、いざお目当てのものが出てもよしみたいな感じで流すのがいつものテンプレでしたけども、今回このコインからのブルジョア降臨は一度このチャンスを逃してしまうとチーツブルジョアと出会えるのかわからないという恐怖もあったため、ガチで久々にヤバいほど脳汁が溢れ出ている所存でございます。
題の通りです。今までは我慢できずにちまちまと回していたニャンゴコインですが、そんな私ツチノコもニャンゴコインを貯めるという行為を覚え、やっとこさの思いで10枚もの無料ニャンゴコインを貯めることができました。そして本日からウルトラセットのニャンゴセツナさんが新しく来ているということは、今こそこのニャンゴコイン10連を一気に使う時が来たということですね。今回の目玉はビーチサイドセツナ以外にもニョロロン種族効果アップを持っているニャンゴ州だったり、強化符を持っているノアアーマードや転生レジェンドシリーズである花坂丸だったりの強いキャラもちらほら散りばめられているため、切ない外のこの子たちも同時に狙いながら10連引いていきたいと思います。さあ、無課金サブアカでは初めて見るこの演出、そして初めて見るオール金カプセル10個、そして早速止まってゆく。さあ、果たして金カプ一発目からは何が出る。おお、一発目からこれはかなりの大当たりが来ました。Z ランクの分身スサノーです。ウルトラ Z にはほど遠いですが、この子はこの子で普通に強いでございます。スキルに豪傑種族効果アップを持っているので、ただいま発展途上である無課金サブアカの豪傑族にとって、たとえ Z ランクであったとしても種族効果アップキャラが出てくれることはすごく嬉しいことであります。そして2個目の金カプも止まってゆくが、果たして何が出る。ああ、2個目からはトリプル S の10個が降臨。この子は技にタップでデカプニを持っているので、もしかしたらトリプル S 縛りステージなどでは使えるかもしれませんね。そして3個目の金カプも止まってゆく。果たして何が出る。おお、またもや Z ランク降臨。大王軍キュービシャドウです。この子は別にそこまで性能は大したことのないごく普通な Z キャラですが、まあ Z が出てくれるだけまだマシでしょう。そして4つ目からは全部が降臨。そして5つ目からは何が出る。おや、先ほど出たキュービが被ってゆく。いくら Z でも被りは良くないですね。は、いやいや、3連続キュービはさすがに効いてねえぞ。いくら Z キャラが出てきてくれてたとしても、もっと他に出てくるべき Z キャラがわんさかいたでしょが。そして7個目からはトリプル S の言動が降臨。この子は星集めにて少し使えるキャラなため、トリプル S の中ではまだあたりの方でございます。そして8個目からは何が出る。なぜ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 。ここで前代未聞のクアドラプルキュービの降臨。どんなところに運を使っているのかさっぱりわかりません。そこら中を見渡す限りがシャドウキュービです。お前かーい。キュービに便乗してお前も被ってくんなや。スサノオも2体以上はいらねえんだよと言っている間に、最後の10個目が止まってゆく。もうネタキャラ枠は十分でございます。この動画の最後を彩るような最高にロックなキャラをお願いします。今日のポピーステアップ、地味に嬉しい運気かな。土を。さあ、ビーチサイドナツメが出るまで超ニャンゴガシャやっていきましょう。と言っても回せる限度は100連までのみです。まあ100連といってもそれだけで課金額は6万円ほどにも爆上がりしてしまうため、エグすぎる課金額ということは確かでございます。私自身ニャンゴに課金するのは1年前のこの動画ぶりなため、結構久々な感じがしてエモいでございます。そして10連目から早速ノアアーマードを出していき、10連目が終了。最近のニャンゴは Z ランクの排出率が高いため、 Z ランクのニャンゴキャラの価値が一気に下がってしまいましたね。少し残念です。続いて20連目。さすがに10連目で一発では出なかったが、できるだけ早いところ夏目を神引きして、少しでも今後のニャンゴのためにニャンゴコインを貯めておきたいところ。おお、またもやダブルゼータが降臨。フリュドレッドくんはスキルに復活のスキルを兼ね備えているため、今でも普通に強いダブルゼータでございます。20連目も何の神引きもなく、あっけなく私の1万2000円が終了。そしてさあ、続いて30連目ではダブルゼータ以上キャラの確定枠がございます。まあ10連目でも20連目でもダブルゼータは出てくれていましたが、今から回す30連目ではどこか一つに確定でダブルゼータ以上のキャラが封入されています。けどまあ小ウルトラ Z 夏目を狙っている民からすれば、そんな確定枠はあまり意味はなさないのですがね。まあ少しでも動画の見せ所を作ってくれているのですから、まあ良きでしょう。おお、そして止まってゆく。さては持っていないダブルゼータでも出てくれるのか。これはこれはこれは、エグすぎる大当たりを引いてしまいました。こんなことを言っていいのかわからないですけど、ワンチャンウルトラジェット夏目よりも大当たりでございます。トリプルゼータの金術覚醒終少年期が降臨です。この子は皆さんもご存知の通り、スキルにニョロロン種族効果アップを持っているため、プニプニガチ勢である土の子ほなかには欲しすぎたキャラだったのであります。なので、無事お目当てのトリプルゼータ衆を迎えることができたということで、今回のコラボ動画は以上となります。ありがとうございました。本日9月25日、何やらとんでもないガシャがやってきましたね。女の子妖怪大復刻ガシャ。お知らせだけを見たら、それほど大したことない復刻ガシャにも見えなくもないですが、このガシャの何がヤバいのか、ガシャの中身を見てみてください。トリプルゼータはいいとして、ダブルゼータのこれ、ほらなんと、あの最上昇技師カ様が大復刻しているではありませんか。しかも確率は超アップしており、なんとなんとの 1.2%。超アップとはいえ、人権師カ様を 1.2% とはいくら何でも高すぎであります。しかもガシャスタンプもついており、そこでプリティ強化ウォッチであるニャイトウォッチを作るための時計の書ももらえるというわけで、これはもう回す以外の選択肢がないガシャがやってきてしまいました。なのでここまでの長い前置きから、もう皆さんも企画内容はお察しでしょう。そう、ダブルゼータの大王強者しかが出るまで終われないガシャをやっていきたいと思います。正味これはワイプをすべて叩いたとしても回していいガシャがやってきていると個人的
的には思っているため、たとえ爆死してしまったとしても悔いはありません。さあやると決めたらあとは回すのみです。将棋しか神引きを目指してでは行こう。まずは10連目。さあ、10連目から、地下降臨してもらってもよろしゅうねんで。おう、10連目から2次カットイン。幸先が良すぎるでありますね。以前までの打者だと2次カットインは、Z ランク以上の確定演出だったものの、少し前に、打者に仕様変更がありまして、ダブルデータ以上でないと、2次カットインが出ない仕様に変わってしまったため、つまり、一番下のこの2次カプセルは、ダブルデータ以上が確定で封入されているということになります。そしてさあ、止まってゆく。さあ、来てくれ、シュカ様よ。いや、エグすぎますよ、これは。本当に、10連目で引いてしまいました。ダブルデータの、大王業者シカ様の降臨です。最悪この子を追い続けて、ワイポゼロなんてことも覚悟して挑んだ、復刻打者だったので、初手で、こんなぶちかまし方をやってくれるとは、かなり、想像の遥か上を言ってしまいました。とりあえず出てくれて、本当に良かったです。さあ、ついにやってきました。エンドレスサマーラストチャンスガシャ。今回もイベント終盤に合わせて、2時しか出ない、ラスチャンガシャが降臨したというわけで、今回も、ささっとイベキャラ全員を出して、手っ取り早く、イベント全攻略を目指していきましょうと言いたいところだったのですが、やりよりましたね、運営さん。ラスチャンガシャにさらに、解約が入ってしまいました。もともとはガシャスタンプの確定枠では、20連目から50連目までの4枠に、このような感じのイベント限定キャラの確定枠がついていたのにもかかわらず、それが2ヶ月前の7月前半のイベントから、イベキャラ限定キャラの確定枠は3枠に減少、そしてさらに今回のイベントからはさらに減らされてなんと2枠になってしまいました。つまりイベント限定キャラの確定枠までたどり着こうとすれば、まず10連目から30連目までのノーマル確定枠でワイプを捨てないといけないと、イベキャラ確定枠までにはいけないというわけです。これはかなりの解約っぷりですね。炎上待ったなしでございますが、とりあえずガシャ回していきましょう。もともとはイベキャラ全員が出るまで回しても良きかなとは思っていたのですが、あまりにもひどすぎる解約がやってきたということで、とりあえず様子を見ながらガシャを回していくことにしましょう。なんて言っていたら10連目から2次カットイン。運営がガシャをどんどん解約していくのだとしたら、私は無課金サブアカお得意のガシャ5運で戦っていくことにしましょう。やばすぎます。10連目ですよ。0.7% ですよ。確定枠でもなんでもないところから、今回の目玉キャラである、ウルトラ Z の真夏の覚醒夏目さんが降臨してしまいました。前回の10連将棋しか神引きに引き続き、今日の動画でもまたもや10連神引きをかましてしまいました。最近のこの無課金サブアカのガシャ運がバグりすぎていて、本当に怖いでございますが、ここは素直に喜んでおきましょう。早速夏目さんゲットでございます。そしてそれとは別に、二次カプも一つ残っていますが、こちらの二次カプも止まってゆく。さあ果たして誰が出るのか。おう、トリプルデータの真夏の吹雪姫シャドウさんが降臨です。この子は夏目さんと同じく、ゲートの太陽の間とメラメライオンステージにて特攻を持っているので、この2体だけでゲートと強敵ステージが攻略できそうだとしたら、20連目以降は回す必要がないかもしれませんね。とりあえずここらでラスチャンガシャは一旦ストップしておきましょう。勝利ワイボは最小限に抑えれたため、めちゃくちゃ嬉しいでございます。というわけで以上、こんな感じの神力総集編でした。それではさよならピンピンピストルーは、キューン。